午前11時総理官邸を訪ねた長谷知事は今回の豪雨災害を受け国に求める支援内容をまとめた要望書を岸田総理に手渡しましたその上で長谷知事は復旧・復興を円滑に進めるため激甚災害への早期指定を求めましたまた今回の豪雨災害は能登半島地震からわずか9ヶ月足らずで発生し被災状況も地震の影響を大きく受けているとして 震災と水害の一体的な取り扱いを求めましたこれに対し岸田総理は要望を踏まえ政府として対応をしっかり考えたいと答えていました我々は諦めるわけにはまいりません何としても復活をさせるという意味から必要な財源確保した上でまたあの現地調査をした上で広報・検討した上で 復旧・復興に向かっていくと、何としてもいただげたいと思っています。ぜひご支援をお願いいたします。また、岸田総理は被災した自治体の当面の資金繰りを円滑にするため、野党6つの市と町について、合わせて26億円の普通交付税の繰上げ交付を決定したことも明らかにしました。